今背中につけた薬はモキシレクチンという薬です、はい、でこれですね、あの 4,5 年前にねイベルメクチンというお薬でノーベル賞を取った日本の先生がいるんです、うん、でなんでノーベル賞を取ったかっていうと、これがあのオンコセル病といってね、アフリカとか南米でね、現地の人で川辺に住んでる人ブヨに刺されて寄生虫感染するんですね、ブヨを通して。でそれが細長いちっちゃな虫がね目に入ってついちゃう。でそれによってこれ目が見えなくなっちゃうんです。でそういう人たちに対してこのイベルメクチンをね、まあ、今で言う WHO ちょっと今問題になってるけどここを通して無償提供したんですよ、提供してるんですね。そしたらこのオンコセル病はかなり減って、もうじき撲滅っていうところまで目安が立ってきたんで、これ発見した先生誰ということで日本人の先生、先生の名前ちょっと忘れちゃいましたけど、ノーベル賞取られた。で実はでもこれってね、あの人体薬で出たのは20年ぐらい前なんだけど、もっと前からね動物業界では使ってた薬なんです。牛とか馬とか、あとワンちゃん、あ外のそう猫ちゃんで、ワンちゃんのフィラリアって聞いたことあるの、あれの予防薬イベルメクチン、あそれからまあちょっと進化した薬でセラメクチンとかモクシレクチンとか、はい、そういうので割と使いやすい薬です、ね、蚊のなんか心臓に虫が入ってるやつ、あれも細長い虫ですよね、はい、そういうのを予防してくれる、そういう薬です。だからで、まあ、ここにつけたのはこれのイベルメクチンの進化したモクシレクチンで、副作用がなくてとても使いやすい、ただしその線虫類に効くけども、それからあと体表のダニのちっちゃいやつね、はい、海鮮、それも効きます、はい、あじゃあちょっとかゆい意味とかそうそう、そういうのも取れますね、もう抑えてくれます、ね、もしそういうのがいればね、はい、実際にイルコにも使えます。でイルコの場合は予防は月1だけど、治療で使う場合は週1ぐらいで、ちょっと頻度多く、そう頻度多くして使いますけどね、そういうとても安全性の高い薬で、ここに来てるハムスターとか、はい、小鳥とか、はい、ウサギとかモルモットとか、はい、つけてる子はつけてます。だからそれをちょっとつけ一応つけさせてもらいましたね。はい、はい、じゃあそういうことで。はい、わかりました。じゃ